第一高校から大阪体育大学を経て、高橋ここもグラウンダーシュートに行った。さあ前に出ていく安藤が出ていく、狙ってきた、決めた。ロングボール、さあ高橋スイッチしてシュートを決めて、あっ一番変更マトウシが中へ入れて安藤